はい、皆さんこんばんは、マッスンでございます。今日はですね、 767B の色を塗っていくんですけども、下地をですね、もうグレーサフのままオレンジを塗って蛍光オレンジを塗るか、一旦ですねファンデーションホワイトを拭いて下地を明るくしてからオレンジ、下地のオレンジの塗装に入っていくか、結構迷ってるですね、ちょっと今日は実験をしていこうと思います。ちなみに、下地のオレンジはですね、これも希釈してますけども、はい、ガイアのピュアオレンジを溶剤で 1.5 倍ぐらいに薄めたもの、これを下地のオレンジとして使って、その上からですね、この106番の蛍光レッド、これを使っていこうと思ってます。ちょっとね、排気ブースの振動でブレてますけど、勘弁してください。このアングルが一番分かりやすいかなと思って、ちょっと今日新たに新しいアングルをやってみて。はい、でいつものようにですね、2つスプーンを用意しました。こっちがグレーサフを塗ったままの状態、こっちがファンデーションホワイトを塗った状態ですね。この上からオレンジ、下地になる、ピュアオレンジを希釈したものを塗ってみて、オレンジの色具合を見るのと、でこの上からですね蛍光オレンジを塗ってみて、どんな違いがあるのかなということで確認をしていこうと思います。でグレーサフの上からオレンジ塗った方でできれば行きたいっていうのは、この上からまた白を塗ったりとかしてると塗膜が分厚くなりますし、まあ、塗料大量に消費してしまいますのでもったいないので、グレーサフのままでもよかったらできればグレーサフのままで行きたいなというふうに思ってます。ただちょっとなんか暗い感じに仕上がっちゃったりとかするならば、ファンデーションホワイトを一層入れようかなというふうに思ってます。はい、じゃあ塗っていこうと思います。でエアブラシはいつものタミヤのスパーマックスの 0.3 ミリ口径のものを使っていきます。もうカップの中に、ピュアオレンジですね、薄めたものが入っています。じゃあ塗っていきます。やっぱり思ってたよりも暗く塗り上がる感じがするかな。ピントは合いにくい。はい、これグレーサフの上から塗った状態、まあまあ綺麗なオレンジはオレンジですけど、ちょっとね暗い感じがするかな。ちょっとねメガネがね、僕色入ってて、裏側は極端に目悪いんでね、ちょっとあんまり見えないんですけど、まあまあ白とちょっと塗り比べてみましょうか。次ファンデーションホワイトの上からピュアオレンジを塗っていきます。はい、すいません、ちょっと容量がいっぱいになったみたいでカメラは止まっちゃいました。ファンデーションホワイトの上からですね、ピュアオレンジを塗っていくところで、ちょっと白飛びしちゃってますけども、この上から塗っていこうと思います。はい、あんまり変わらないから、右の方がねちょっともう結構ツヤツヤに、やっぱスプーンで上手に塗れますよね。自分の影が映ってます。ちゃんとした服着りゃよかった。ちょっと反射してみますね。右がファンデーションホワイトの上からオレンジを塗った状態、明らかにオレンジが綺麗に発色しているのが分かると思います。でこっちがグレーサフの上からオレンジを拭いた状態、同じぐらいのね厚みで塗ったつもりなんですけど、ドス暗くなるかなと思ったんですけど、グレーサフの方がなんか、ね、色味が薄い感じがしますね。柿色の発色をしっかりしているのがファンデーションホワイトの下地に対して塗った方な感じが今のところしています。で、このままの色で仕上げるんだったらいいんですけど、この上から蛍光オレンジを塗っていきますんで、両方にちゃんと蛍光オレンジを塗ってみて、そこで判断しようかなと思います。じゃあちょっとね、一旦カメラ止めて、オレンジの色をね、しっかり入れ替えて、今度はガイアの、これですね、106番の蛍光オレンジ、これをエアブラシに、まあ、装填というか入れて、このオレンジ2つともに塗っていってみようと思います。じゃあちょっと一旦カメラ止めて、準備したいと思います。はい、それでは蛍光オレンジの用意ができましたんで、上から塗っていこうと思います。
まずじゃあグレーサフの上からピュアオレンジを吹いたものに蛍光オレンジを上から吹いていこうと思います。でこのガイアの蛍光オレンジは見ての通りですね、クリア系の塗料になりますので、例えばサフの上からこれだけとかいうことはですね、塗るとオレンジ発色しませんので、しっかり下地をオレンジで塗った上からやっていく方がいいかなというふうに思っています。はい、こんな感じですね。うわ、分かりにくいな。ちょっとカメラで映る、オレンジって難しいですね、本当ね。オレンジって難しい。はい、これがグレーサフの上から蛍光オレンジ。で、こっちがファンデーションホワイトの上にピュアオレンジを塗ったものに対して蛍光オレンジを塗っていきます。はい、どうだ。グレーサフの上にですね、オレンジを塗った方がこっちで、ファンデーションホワイトの上からオレンジを塗って蛍光オレンジを塗った方がこっち。どうかな、まあ、ちょっと深みがあるのは白の上から塗った方がちょっとね、しっかりオレンジが発色しているような感じがするんで、やっぱりオレンジ系、まあ黄色に近いような色になりますと、下地の影響を受けやすくてですね、オレンジの発色がいまいちうまくなってないのかなっていうのが、見た感じの感想ですね。なのでしっかり白を入れてオレンジを塗って、オレンジの下地をしっかり発色させた上からですね、蛍光オレンジを塗ることによってこう深みのあるような蛍光オレンジの色味が出ているなというのが感想ですね。ちょっとカメラのアングル変えてですね、いつものアングルからしっかり蛍光灯を当てた状態で見ていただこうと思います。一旦カメラ止めたいと思います。はい、どうでっしゃろうか。どうですか。右の方が、ファンデーションホワイトの上からピュアオレンジで、ガイアの蛍光オレンジ、これを塗ったもので、こっちがグレーサフの上からオレンジ、ピュアオレンジを塗って蛍光オレンジを塗ったものになります。ちょっとね、光の加減でちょっと暗くしてみましょうか。ちょっとね、カメラの補正が入っちゃうんで両方結構鮮やかに見えるんですけど、やっぱりね、ファンデーションホワイトを下地のオレンジの下に引いた方がやっぱり、ね、オレンジの発色が美しい感じがする。でグレーサフの上からピュアオレンジを吹いて蛍光オレンジを吹いたものはやっぱりね、なんかオレンジの発色がちょっとどす暗いような、オレンジの発色が鮮やかじゃない感じがします。結構ね、塗装はうまく、まあスプーン本当ね、うまく塗れて楽しいんですけど、ツルツルに塗れましたけどね。はい、まあ、こんな感じでかなり下地によってもですね、同じぐらいの分厚さで厚みで塗ったつもりなんですけど、やっぱりファンデーションホワイトを一層挟ませてですね、下地を明るくしてからオレンジを乗せた方が、まあ、今回の鮮やかな767Bのカラーリングにはこっちの方が合ってるのかなという気がしますんで、ファンデーションホワイト塗ろうと思います。で、このグレーサフの方にですね、オレンジを塗ってもいいんですけども、オレンジをしっかり発色させようと、まあ、焦ってですね、ちょっと厚めにオレンジを吹いてしまうと結局は塗膜が厚くなってしまうということにつながりますんで、一層しっかりファンデーションホワイトを挟んでからということで、今回は塗装の工程を踏んでいこうと思います。はい、じゃあ、前回仕上げた 767B のボディに今サフ吹いてですね、乾燥させているところですので、そのサフの層がしっかり乾いてからもう一度最後に状態をしっかり確認して、傷とかひけ、そういったものが残ってないかというのを確認後、ファンデーションホワイトで、ピュアオレンジ、蛍光オレンジ、この塗装を行っていこうと思います。で、蛍光オレンジが乾いてからですね、いよいよ緑色のカラーリングのマスキング塗装に入っていくということで、動画としてはやっていこうと思います。じゃあ今日はね、同じ色のスプーンに対して、グレーサフとファンデーションホワイトを塗った上から同じピュアオレンジ、同じ蛍光オレンジを塗り比べてですね、 767B の色 はどっちがふさわしいかということを検討した動画ということで、以上とさせていただこうかなと思います。
チャンネル登録いただけてない方おられましたらチャンネル登録をよろしくお願いします。またコメント高評価もですねいただけますと今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。また私が使ってます工具機材消耗品で今回の 767B のキットを含めてですね Amazon のリンク貼れる範囲で貼っておきますんでもし気になる方おられましたらご確認ください。このスプーンはちなみに100円ショップでね30本ぐらい入って100円のやつをいつも使ってます。これ便利です。1本まあ 3円ぐらいもうほぼタダみたいなもんなんでなんか試し塗りとかプラ板とか使ってるとちょっと高くついちゃうんでねこういうので試しに塗ってみれるものがあるといいと思います。はい、それではですねまた次の動画でお会いできたらと思います。5月25日マスンカーモデルチャンネル昭和の一番好きな車カーモデルのコンペ開催予定となってます。ライブでしますんでねお時間合う方おられましたらご視聴よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。